東京大改革から日本大改革へ、この度東京から立候補しましたファーストの会の代表荒木千春です。私はこれまで東京都議会議員として都民ファーストの会の代表を務め、東京大改革に取り組んでまいりました。しかし国政は深刻です。何十年経っても教育への公的支出は少ないまま、 OECD 調査で38カ国中37位と惨憺たる状況です。少子化対策も同様です。未来の日本の希望である子どもの出生率は都内で 1.13 です。国からは抜本的な政策が残念ながら出てきません。そこで私は次の政策を訴えます。私はこれまで子ども子育て世代に寄り添った政策を進めてきました。大胆な予算拡大で東京都の待機児童はこの5年間で9割減少、チルドレンファーストへと導きました。景色から意識が変わっていきます。障害のある子もみんなと一緒に遊びたいとの声から、日本初のインクルーシブ公園を都内2カ所で実現、これを日本全国に広げていきたいと思います。私たちはチルドレンファーストの政策で出産、子育て、教育にお金のかからない社会を実現していきます。ロシアのウクライナ侵攻の影響は都民生活を直撃しています。資源のない日本は危機の時こそトップ外交でエネルギーの争奪戦を勝ち抜かなければいけません。しかし残念ながら今の日本には国民のためにエネルギーを確保するために世界を飛び回るトップの姿が見当たりません。半導体も同様です。危機的な半導体不足に対し政府の対応は後手後手に回っています。深刻な日本の対応の遅れが電子製品の価格高騰という形で生活者を苦しめています。国会議員にはもっともっとできることがあると確信しています。私荒木千春には直接提案したいことがたくさんあります。どうか皆さんの貴重な一票を私荒木千春に託してください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この2年半はまさにコロナとの戦いの日々でありました。振り返りますとね、必要な権限がなかったり、むしろ本来国で決めるべきところ、さあ自治体で決めてくださいというような、遅くて危機感のない国をどうにか、首都東京の都民を東京を守るために、私たちは小池知事に72回にわたる要望をさせていただきました。その時もどうもでしたね。どうもデジタル、子育て、不妊治療、それからグリーンボンドの発行、ソーシャルファームなど、都が率先して行うと結果的に国において実現をする、そういう繰り返しでしたね。少子化も本当に深刻で、私たち出産一時金国からの42万円では足りないと、平均がだいたい60万円から70万円かかるということで、小池知事に赤ちゃんファースト事業提案をさせていただきましたよね。我が国にとって、資源は人なんですよね、大切なのが人、1に人、2に人、3に人だと。子どもの笑顔っていうのは結局未来への希望そのものだと思うんですよね。都民の声を国会に届けるっていうのがまさしく今回の参議院選挙の大きなポイントになると思いますが、本当によく使いますけれども、荒木さんは即戦力と思いますので、東京大改革、それを日本代表としてぜひ成し遂げてほしいと思います。東京大改革から日本大改革へとしっかりと頑張ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。コロナ対策などで私たち都民ファーストの会や都民の声を聞いていただき、法改正まで導いてくれたのが国民民主党の皆さんです。今回推薦をいただきました玉木雄一郎です。荒木千春さんとはコロナ対策や東京の子育て、これ所得制限が入ってるんですね、この撤廃の必要性などを何度も語り合いました。他の政党が東京や都民の厳しい状況に対応しなかった、東京問題だとも言われた中で、国会で取り上げひたむきに解決に取り組んでいただいた、今こそ改革中道ど真ん中の力を結集していかなければならないと思いを強くしています。まさに国民民主党は改革中道ど真ん中です。
これはファーストの会の荒木千春さんと全く同じなんですね。ですから力を合わせて東京大改革、日本大改革に取り組んでいきます。皆さん、東京選挙区では荒木千春さんへ、そして比例代表は国民民主党へ、皆さんの一票よろしくお願いします。東京選挙区では私の長年の相棒荒木千春さんをよろしくお願いいたします。